幸せ上々都の城、今回は池田市長に全国からも注目されている都の城市の人口減少対策について伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人口減少がもたらすデメリットっていうのは何だと考えていらっしゃいますか？人口が減るということは胃袋が減ると言ってるんですが、 GDP のですね、実は6割はですね個人消費、その3割は食費だと言われているので、まあ、簡単に言うとご飯を食べる人が減るということなので、これは地域経済のですね縮小に直結すると私は思っています。去年から人口減少対策に舵を切っていると思うんですが、はい、これは何か理由があるんでしょうか？ふるさと納税とか移住の政策、まあ、こういった政策を進めてきてある程度軌道に乗ってきたというのが一つで、もう一つはですね、岸田総理がですね令和4年に異次元の少子化対策とおっしゃったんですが、これが具体的に予算化されたのは令和6年度なんですね。ということは令和5年度空白なので、この空白のタイミングで国より先に政策を進めようという思いで令和5年度に打ち出しました。そうすることで後押ししてもらえると。その通りです。背中を押してもらいと。では改めて去年の取り組みについて教えてください。まあ、一つはですね、自然増対策、3つの完全無料化、第1子からの保育料、中学生までの医療費、そしてですね妊産婦の方々の検診費用、これをですね完全に無料化いたしました。もう一つは、まあ、社会増対策ということで移住応援給付金というのをですね、設定をしまして、まあ、多くの皆様方に、まあ、都城に来ていただく、そういった施策も打ったところであります。そういった取り組みがあったことで令和5年度に多くの移住者が来られたと。令和4年度、まあ、過去最高だった435人を、まあ、8倍以上上回るですね3710人という方が移住をしていただきました。当初の目標からするとですね10年後に人口増加へということでしたが、1年で、まあ、人口増加となりまして10年前倒ししたということになっています。どういった方々が移住されたんでしょうか？40代以下の世帯 83.1% を占めておりまして、まあ、若い世代が多いということは都城の町を支えていただける方が増えるということで、これは町としては大変ありがたく思っています。それだけ町がこう活性化することにもつながりますよね。全くその通りですね。最後に市長はこの人口減少対策をどのように捉えていらっしゃいますか？10年後20年後を見据えたですね政策だと思って取り組んでいます。5歳10歳のですねお子さん、またお孫さんがですね今よりも元気な都城で生きていってほしい、そのためのまちづくりの重要な政策としてこの人口減少対策に取り組んでいます。都城市は10年先20年先を見据えて人口増加に取り組んでいきます。都城市の提供でお送りしました。